雰囲気のある旅館ね。こんな場所が市街地を抜けた先にあるなんてな。秋頃になると綺麗な紅葉も楽しめるんだよ。でも今の時期も新緑が生えていいですね。ああ、来るのは久々だが、なかなかおつな感じだぜ。サイフォンは、あ、ちゃんとつながるじゃない。たく、到着早々それか。それでは明日の11時ごろお迎えに上がります。皆様どうか存分にごゆっくりされてください。お疲れ様です。ありがとうございました。それでは早速チェックインしましょうか。結構モダンな感じなんだね。そちらの中庭もとっても風情があるわね。こんな立派なところに泊まってもいいんでしょうか。じゃあちょっと手続きしてくるね。少々お待ちください。おう、よろしく頼む。あれは、ああ、久々のマッサージは効いたね。ソファーもふわふわだし、このまま寝ちゃいそうかも。今度は七星モールのマッサージ屋も試してみよっかな。何してんだ久我山。時坂君、なんで君がここに。どうしたのこうちゃん。あれ、そっちの人って リオンじゃねえか。いやー、まさかスピカがお忍びで慰安旅行に来てるとは。内緒だからニアでつぶやいたりしないでね。いやいや、分かってるって。ファンとしての仁義だからな。にしても、ヒャホー、宝くじでも当たった気分だぜ。舞い上がってるな。普段から入れ込んでるもんね。しかしお前、さっきの顔はちょっとやばいんじゃないか。あの緩み切った顔、アイドルにあるまじきっつうか。いいでしょ、玉のおふくらい。まあ今時そのくらいの方が好感度につながるんじゃない。そう、さりげない日常の素顔ってのがさ。あ、リオン先輩。こんなところにいた。おお、
若葉ちゃんにアキラも。あ、ファンの人たち。ああ平気平気、同じ学園の人たちだから。何、あんたたちもマッサージしに来たの？そうじゃないですよ。ミーティングがあるのにいつの間にかいなくなるし。春菜先輩はともかく、レイカ先輩に怒られるよ。ゲゲ、すっかり忘れてたわ。それじゃあまたね。やれやれ、世話しねえな。はあ、リオンに続いて若葉ちゃんにアキラまで。これで春菜にレイカまでお目にかかれたりしたら。俺この週末で人生の運を使い切っちまうかも。ダメだこりゃ。うん、でも3人ともさすがにオーラがあったね。あの若葉って子も PV だと地味そうな印象だったけど。実物はさすがっていうか、あのアキラちゃんとかボーイッシュなのに可愛いし。でもあいつ前回の記憶ちゃんと消えてるみたいだな。ええ、ゾディアックの処置がうまくいったみたいね。久我山さんたちも来ていたなんてね。お待たせ、チェックインは終わったよ。荷物の方は部屋に運んでおいてくれるって。早速ですが露天風呂にでも行きますか？今の時間なら貸し切りで使えるそうですよ。わあ、いいですね。明るいうちから一風呂ってのも悪くねえな。中庭の雰囲気もいいな。へえ、獅子おどしもありますね。あら、あちらの方にも小さな門があるわね。ああ、何だったかな。確か階段があるところにつながっていたような。裏山の参道につながっているんだよ。稲荷信仰が残っていて古い祠なんかもあるの。そんなものがあったのか。前に泊まったのは別の安宿だが、確かに長い階段を登った先にあったような気がするな。
あれ？お前たち。え？まさか。五郎先生？なんだ。やっぱり時坂たちじゃないか。心得先生まで一緒とは奇遇ですね。そうですね。まさか佐伯先生までいらっしゃってたなんて驚きました。なんだ、ヒイラギに生徒会長までいるのか趣味の山歩きを兼ねてここまで足を伸ばしてな。と、そっちの二人も確かうちの生徒だったか。ああ、三年の高畑だ。一年の篠宮だよ。先生の授業は受けてないけど。次から次へと、偶然にも程があんだろう。しかもこのサプライズは全然嬉しくねえな。亮太、調子良すぎ。マジでたまんねえなこりゃ。ここ数日の疲れが溶けて出ちまいそうだな。いつもはシャワーだけど、たまには悪くないね。それって防水の治療パッドか。なんだ、怪我でもしたのかよ。大したことはないんだけどね。一週間くらい前かな、自分でも知らないうちに怪我してたみたいで。そうか、この前の騒ぎで転びでもしてたのか。もうちょっと俺たちが早く駆けつけていたら。ん？どうしたの？こう。いや、なんでもねえ。なあコウ、せっかくの機会だし、そろそろ教えちゃくれねえか。え？最近お前らが陰で何をやってんのか。うるわしの生徒会長に、最強先輩に、メガネの一年坊、ヒイラギさんも加わってるみたいだし、さすがに気になるっての。ああ僕もちょっと気になるかな。口には出さないけど、しおりちゃんも気にしてたよ。それは考えてみりゃ当然の疑問か。どう説明したもんか。ちょっとしたフィールドワークかな。え？ニアー城に森宮不思議探求っていうコミュニティがあってね。森宮市で噂されている不思議な出来事についていろいろと調べているんだよ。僕たちはそこにたまたま集まった同好の死ってやつかな。森宮不思議探求。
へえ、そんなのがあるんだ。ああ、俺もちょいと興味があってな。今までも何度か実際に会って活動してたわけだ。なるほど、そうだったんすか。確かにニアならいろんな立場の人が集まるし。それにここ最近変わったことが多いもんね。うん、時事的なネタを追うことで自分たちの街も深く知れる。確かに民族学のフィールドワークみたいだな。おい、どういうことだ。うん、貸し一つだからね。何か聞かれた時のためにあらかじめ考えてた口実さ。たく、工事への回る小僧だな。そんな話ならむしろ良かったっつうか。そうだね。え？お前って中学くらいからアルバイトばっかだっただろ。部活は途中でやめちまうし、じいさんの道場にも出なくなるし。かといって俺みたいにサボって遊びほうけるわけでもね。それと困っている人がいたら放っておけないところがあるんだよね。しかも本人にすら黙って自分一人で片付けようとするし。ちょっと待て、ジュンとは高校からだろ。なんでそんなこと。何でも何も、僕だって助けてもらったし、去年3年生に絡まれた時にさ。ああ、彼女が純の可愛さにメロメロになったっつあれか。それで腹いせに純を締め上げようとしたっていう。うん、そしたらこうってばその先輩のところに一人で行って、殴られたりしながらなんとか説得してくれたんだよね。気づいてたのか。ほう、やるじゃないか時坂。確かに先輩らしいっていうか。昔からの性分みてえだな。ま、その意味でバイト以外の趣味の集まりに参加したってのは妙に安心できるっつうか。一人じゃなけりゃそこまで無茶なこともできないだろうしな。うんうん、これでも心配してたんだよ。お前ら悪い、余計な心配かけてたみたいだ。まあ分かればいいんだよ。後でちゃんとしおりちゃんにも説明しなよね。もうアスカ先輩ってば。恥ずかしがることないじゃない。で、魅惑の花園がそこに。こうしちゃいられねえ。今こそ男子の本懐を果たす時。どれどれ、どこか隙間は。あ、向こうの塀がちょっとほころんでるみたいだね。マジか、どこどこ。
ちょっと亮太、篠宮くんまで何言ってるのさ。ま、ほどほどにしておけよ。たちに恵まれてるじゃねえか。ああ。あざっす。極楽極楽。